こんにちは、スタイリスト大山俊です。今回の動画ではユニクロと無印良品、あなたに似合うのはどっちというテーマでお話をしてみたいなというふうに思っています。ユニクロと無印良品というのは僕たちにとってはめちゃくちゃ身近なショップだと思うので、皆さんもですね、よく足を運ぶかなと思うんですね。僕自身もそうで、どちらのお店にもよく訪れてるわけなんですが、これらのお店というのはベーシックなお洋服を置いてあるので、結構ですね、置いてある服で被るものも多かったりするんですね。シンプルな白のボタンダウンシャツだとか、丸首のニットだとか、あとはダウンだとか、こういったベーシックなものに関してはユニクロでも置いてあるし、無印良品にも置いてあるわけですね。ですので特徴としては結構近い2つなんですが、とは言ってもですね、よく見てみるとこの2つのブランドによってどちらの方が向いてるのかは僕は分かれるんじゃないのかなというふうに思っています。特に以前に関しては結構近しいイメージがあったんですが、ここ数年に関してはユニクロと無印の特徴というところが結構ですね、はっきり分かれてきたかなと思うので、今回の動画ではこういう人がユニクロに向いてますよ、一方でこのようなタイプの人は無印の方が向いてますよということをですね、皆さんになるべく分かりやすく解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しては僕がもう一つ運営しています YouTube のメンバーシップ動画の方で解説をしてますので、よかったら動画の下のですね、説明欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方もチェックしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで具体的な説明に入っていきたいなと思うんですが、ユニクロと無印の違いというものを知るために、まずはですね、座標で考えてみると分かりやすいかなと思うんですね。まず横軸と縦軸があるわけなんですが、横軸に関してはベーシックなのかトレンドによっているのか、そういったスタイルをですね、表現しているようなものになります。で、縦軸に関しては値段が高いのか安いのかというものを表現する軸になるんですけども、ユニクロも無印に関してもまず価格で言ったら高いよりはどちらかというと安めなんですね。半分よりも下ですね。どちらかというとリーズナブルな価格帯かなというふうに思っています。あとはスタイルに関してもベーシックなのかもしくはトレンド寄りなのかというところだと、やはりですね、どちらもベーシック寄りではあるんですね。ただここでちょっと差がつくんですけども、本来ですね、ユニクロも無印良品もどちらもベーシック寄りだったんですが、ここ数年に関してはユニクロの方がベーシック寄りから少しずつトレンド寄りに変わってきてるのかなというふうに思っています。それを象徴するのが最近ユニクロの中でも好調なプラス J だとかユニクロ U だとか JW アンダーソンとのコラボレーションだとか、こういったデザイナーとのコラボレーションシリーズができたことで、ユニクロのスタイルというのがベーシックも抑えながらも割とトレンド性のあるものまで幅広くカバーするようになったんですね。そしてそういったデザイナーとのコラボレーションラインももちろんそうなんですけども、通常のベーシックラインに関してもいつも通りの定番のものを取り扱いつつも、サイズ感に少しゆとりを持たせたいだとか、着丈の長さのバランスを変えたいだとか、あとはちょっと今っぽいトレンドアイテムを出したいだとか、従来よりもトレンド的なアイテムがユニクロは増えてるかなと思うんですね。一方で無印良品というのは良くも悪くもスタイルがですね、そこまで大きく変わらないんですね。ですのでベーシックかトレンドかといったら圧倒的にベーシックを軸足にしてるんですね。とは言いつつも時代の流れによって少しずつトレンド感というところは取り入れてはいるんですが、速度としてはユニクロの方がトレンドをキャッチアップするのが早いかなと思っていまして、無印良品に関してはそこは緩やかな流れになってるかなと思っています。で、無印良品の服も定期的にチェックはしてるんですけども、サイズ感に関してはやっぱりオーソドックスですね。あまりビッグシルエットのものというのは多くないですし、取り入れたとしても一部の商品だけでして、割とですね、ベーシックなものが軸足となっているのかなというふうに思っています。ですので、以前であればユニクロと無印良品、どちらもですね、似たような商品構成が多かったのが、ここ数年に関しては両者にですね、ちょっと開きが出てきているのかなというふうに思っています。ですので、そういった部分を加味するのであれば、よりベーシックで安定感のあるスタイルを目指すのであれば、僕は無印良品が使いやすいかなと思いますし、ベーシックな中にも程よくトレンド感みたいなものも混ぜていきたいのであれば、僕はユニクロが使いやすいかなと思っています。そもそも両者というのは、ユニクロはファッションに特化してますが、無印はライフスタイル全般ですよね。ですので、おのずとユニクロの方がファッションにおいては力を注いでるわけなので、抑えてる幅は広いんですね。ベーシックからトレンドまで抑えてありますし、あとはカラーバリエーションなんかも豊富ですね。
無印の方がベーシックなカラーリングが多いんですが、ユニクロに関しては結構トレンド感のある絶妙なカラーまで取り扱いがあるので、そういったところでもやはり違いが大きく出てきているのかなというふうに思っています。そして結構ですね、大きな違いとして素材の使い方というところには差が出るのかなというふうに思っています。ユニクロというのはどんどん新しい素材というものも取り入れながら、より着心地が良くて快適で機能的なものをどんどん取り入れていくというスタイルなんですね。一方で無印良品というのは、なるべく肌触りのいいようなオーガニックコットンだとか天然素材にこだわった素材使いをすることが多いんですね。ここが大きく違うところで、例えばインナーなんかを取ってみても、ユニクロで言ったらヒートテックという代表作があるんですが、無印良品に関してはなるべくオーガニックコットンを主体としながらも暖かさを感じ合うようなものをですね、作っているわけですね。この素材のアプローチというところでも、無印とユニクロというところは大きく分かれるのかなというふうに思っています。まあ、ここに関しては完全に好みなんですね。インナーに関してはヒートテックだとか、あとはエアリズムだとか、こういった機能的なものが圧倒的に好きだという方も結構多いですし、一方で無印良品の天然素材にこだわった肌触りの良さにこだわりを持っている方も結構多いんですね。僕自身は正直ですね、インナーに関しては無印の方が好きです。両方を着比べてみた結果、直接肌に触れるものに関しては、やはり肌触りのいいオーガニックコットン系の方が僕は好きなんですね。ただここは個人差があるので人それぞれかなと思うんですが、素材使いというところには大きな違いがあるよというところ、ここは覚えておくといい点なのかなというふうに思っています。あともう一つですね、大きな違いとしてデザインに対する考え方なんですけども、ユニクロに関しては定番アイテムがあるんですが、定番の中でもアップデートを繰り返してるんですね。まあ、デザイン的な変更もありますし、あとはサイズ感だとか素材使いだとか、そういった部分を結構こまめに変えながらアップデートを繰り返してるんですね。このスピードが圧倒的にユニクロが早いんですね。一方で無印の場合は、良くも悪くも定番アイテムというものが決まっていて、その中でのアップデートの速度はユニクロに比べるとやや遅いかなという感じはしています。だからといって NG というわけではなくて、ベーシックで定番的なものは買えるという安心感はあるんですが、そこは好みかなと思っています。まあ、最近のユニクロに関してはこのアップデートの速度がさらに速くなっているので、2、3年前のアイテムとはだいぶ雰囲気が変わっていくので、その点は結構ユニクロは強いなというふうに感じています。例えば以前動画の中でも解説をしました、ユニクロのステンカラーコート。これはですね、僕は3年ぐらい前に一度買ったことがあるんですが、今年のものと比較すると素材の質感だとかシルエットは全然変わってるんですね。正直3年前のものは素材の雰囲気が僕はあまり気に入らなかったので、もちろんコストパフォーマンスは高い商品ではあるんですが、完璧ではなかったかなと思うんですね。それが2、3年でだいぶ雰囲気が変わってきて、素材の風合いもすごくいいですし、着丈の長さだとかサイズのバランスもすごく今っぽくなってるんですね。こういった時代のトレンドに合わせた素材使いだとかサイズ感のアップデートは圧倒的にユニクロが強いかなと思うので、まあ多くの男性にはやっぱりユニクロの方が僕は使いやすいのかなというふうに思っています。まあそこはやっぱりファッションに特化しているユニクロで、なおかつ世界規模で活躍しているブランドだけあるので、まずはユニクロを軸足としながらアイテムを揃えていくのが僕はですね、今の時代には結構合ってるのかなというふうに思っています。ただ無印良品というのは僕の中で一つ強みがあるなと思っているのが独自の世界観なんですね。服だけではなくてインテリアだとか雑貨だとか、あとは食べ物なんかもありますけども、ライフスタイル全体をカバーしながらどこか自然体で丁寧な暮らしというところをしっかりと表現している、そのですね、無印良品の世界観っていうのはやっぱり魅力的かなと思うので、服においてもあえて無印良品で揃えるという選択も僕は十分にあり得るのかなというふうに思っています。僕自身の立ち位置としては、基本はユニクロで買うことが多いけども、インナーですとか、あとはシャツだとかニットだとか、こういった素肌に触れるようなものに関しては割と無印で買うことも少なくないんですね。アイテムによって特性があるので、そこはですね、僕の中では7対3ぐらいの割合で両者を使い分けるようにしています。まあ、本来であれば両者ともベーシックな服作りが得意なブランドだったかなと思うんですが、ここ数年でだいぶ雰囲気が変わってきたというところは皆さんも頭の片隅に置きつつ、アイテムによって買うものを変えてみるというのもいいのかなというふうに僕自身は思っています。わかりやすいところで言うと、インナーダウンの両者の違いというところも結構ですね、面白くて、見た目はほとんど変わらないんですが、ユニクロのものよりも無印の方が少しですね、暖かさというところで勝ったりするんですね。
ですので似たようなアイテムでもよく比較してみるとどちらの方が優位性があるのかというところが変わってくるというのも結構面白いポイントかなというふうに思っています。ですので皆さんもユニクロか無印かで迷った時には結構ですね YouTube ですとかウェブ上では比較の動画とか記事がですねたくさん出ていますので、そういった第三者の意見に触れながら比較をしながら購入してみるというのも結構面白い買い方なのかなというふうに思っています。まあ、これからもですね、僕はユニクロも無印も両方チェックしていきたいなと思うんですが、ユニクロはますます加速していろんな新しいアイテムを出していったり、トレンド感というところを強めてくるのかなというイメージはあります。守備範囲がどんどん広くなるイメージですね。一方で無印良品には変わらない良さというものがあるんですが、ここからどのような変化を取り入れていくのか、もしくはこのまま変わり続けないというところに強みを持っていくのか、そのあたりはですね、注目をしながら見ていきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではユニクロと無印良品の違いについてプロの視点で解説をしていました。結構ですね、両者ともベーシックを主軸にはしてるんですが、その違いというところが年々ですね、明確になってきたかなというふうに思っています。今回はこの2つのブランドを比較をしましたが、他にもですね、世の中にはいろんなブランドがあるんですね。そのブランドをですね、安いのか高いのか、またはベーシック寄りなのかトレンド寄りなのか、こういった座標をもとにですね、分析していくのも結構楽しいかなと思うので、これからの動画の中でも解説をしていきたいなというふうに思っています。ぜひですね、今回の動画を参考しながら、ユニクロと無印の違いというところを加味しながら、今後の買い物につなげていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画もお楽しみに。